それよりもここを見られたからには生きて返すわけにはいかないな。貴様の血も抜いて結晶の材料にしてやろう。はい、ということでね、戦いとなります。学者ディなんとかって書いてたね。なんかそんな強そうじゃないけど、まあ多分強いんでしょう。いや、とりあえずね、サイラスさん魔法攻撃順番にやっていきましょう。せい、向こうも属性攻撃打ってくんのかな。そういうなんかあれにしたらよかったね。お守りっていうの。とりあえずじゃあ劇物の素材で光が効くみたいだね。光でゴリ押ししていきましょう。まあアーフェンはもともとねそんなにダメージ要因じゃないからね。じゃあここで探検頼ます。聞いてください、お願いします。何でもしますから。聞いたぜ、やったぜ。探検聞いたもうこっちょーえー、そういうのいらん。ここからが、なるほどね。それやったらなんていうか攻撃っていうかパリーができるんだね。じゃあしゃあない、横一文できる。横一文できる。とりあえず手前の2匹を倒さないと何ともできひん感じか、うん、何が効くかな。とりあえず調べていきましょうか。マリオネットボーンズ特集。斧か。でも斧の全体攻撃ってないよね。これタが効く？ほっ、効かない。効かないか。しかもこれ波の攻撃じゃ多分当たれへんね。敵全体に斧でダメージ与える。とりあえずこれやっとくか。1回しか当たれへんけどね。うん、あ、これでもあれか、あのボスの弱点が全部分かったね。槍でつついてみよっか。槍、千本槍取り、あ、まあ槍で1回つこうか。あかんか。そうですか。おお、しかもサイラスの、まあこいつはどうしようもないからね。まあテリオンさんは普通にマックスで、あ、マックスでこれやろっか。鍵詰め投稿シェーベル。まあ聞くけどって感じだな。じゃあ氷結魔法いきます。氷を切り裂け。氷結もあかんか。調べるやっときゃよかったな。ぜえ、じゃあもう一個別のやつやろっか。単体拡散で、氷と火あかんかったから、光はどうやろ。ほっ、どうよ。あ、光か。やっぱり覚悟はいいか。じゃあ槍もこれ効かへんかったから、戦いにくいね。戦いにくいけど、でもやるしかないよね。とりあえずじゃあ挑発しよっか。うん、鉄壁先積んで、守りを固める。で、その後挑発をね入れていきましょう。何で、サイラスさんは雷調べる。あー、まあいいや、雷3種類しかないし。くらわんのマジで。サイラスもくらわへんのしんどいな。じゃあライフスティールで取っとこう。150で、アーフェンはどうしよっか。氷、斧やからね。とりあえずこの支柱活弾弾、それ活撃弾で、減らしておいて、そろそろでもあれか、回復しといた方がいいね。挑発来るがいい。あ、じゃあアイテムで全体回復のブルを使っといて、上がってきな。あとはどうしようか。健全化、これさ、かかってる時の意味あんのかな。怖いから、まあいや、じゃあこのなんとか大絶賛いこう。シチュー活撃弾。オッケー、これでブレイク取ったね。じゃあ今のうちにオルベリックさんの横一文字切りで倒れてくれへんかな。手前の2匹をなんとかしながらね、とりあえず。雷、炎やったっけ、やったっけ。火炎よ、やりつつ。あ、やった、炎や。オッケーオッケー。
やっぱりやってへんかったね。奥のやつにはやったけどって感じか。そしたら、まあ、これもマジックスティールを打っときゃいいかな。マジックスティール。オッケー。じゃあこれで向こうが無防備になりましたね。おお、結構食らうね。とりあえずじゃあ回復しておきましょう。で、こっからは普通に攻撃したら多分大丈夫ね。槍効かへんから普通にじゃあ積んでおきましょうか、これ。で、学者の技、学者はでもどうしようもないもんね、これ。そしたら微妙だな。普通に攻撃しとこっか。チャンスを待とう。で、テリオン、あ、テリオンで OK ね。マジックスティールでパリートしましょう。またしばらくしたら、あの骸骨出すんかな。上がってきな。そうなったら結構さ、ターン取られるって、時間取られるからめんどくさいよね。じゃあとりあえず大切断で攻撃。大切断。もう2800、結構強いな、やっぱ。だからさ、この男性4人がね、私の中で一番っていうか、この構成の中では一番好きなんです。女性のメンツがね、なんとも私の腕じゃ扱い切られる、使うんがね、難しい部分でもあるんで、とりあえず十文字切り。オッケー、パリ取れてるから今のうちにちょっと攻撃は積んでおきましょう。火炎よ、焼き尽くせ。そんな食らえへんね、1じゃ。特防が強いんかな。じゃあマジックスティールでツンツンってやっていきましょう。覚悟はいい。ドールベリックさんは10万で。普通の防御も強いな。まあまあ、じゃあ斧で、まあ、弱点つけるのがね、この斧の攻撃ぐらいなんでね。これも731か。ちょっと次のターンぐらいで調べる使っとくか。これは上がってきな。そしたら次アーフェンのターン。アーフェンはまあ戦うで、じゃあ削っとこうか。まあ、これ使えるうちはね、これで削っといた方がいいよね。あとは、杖もあれも効かへんかな。アイテムでじゃあ回復させておいてあげよう。誰が一番減ってる？サイラスか。サイラスじゃあ回復しとこうか。アーフェンは体力 HP が多いからね。あとはタガー使えるこの子は普通に攻撃しときましょう。ライフスティールの方でね、一発か。覚悟はいいか。で、オルベリックさんも削りに入りましょう。不気味な意味、このなんかこう状態異常がめんどくさいな。ほっ、ライフスティール。オッケー、終わりましたね。さてさてさて、オルベリック、オルベリックも結局あれなんか、なんか食らってんだね。よし、十文字切り。さてとさてと、でもこれ今ピヨってるから普通に攻撃した方がいいよね。あ、今さ、これこれさ、味方単体に、あ、そっか、2ターンか。ちょっと2ターン厳しいな。次のターンぐらいでこれ使ってみようか。このどれって健全か。まあ今はね、とりあえず大切断で攻撃しておきましょう。まあまあいいダメージ入るね。で、今割れてるからどれがいいかな。弱点が疲れへんからね。まあ適当に氷でやっていきましょう。じゃあテリオンさんから。テリオンはまたマジックスティールで攻撃しときましょう。攻撃力がやっぱ少ないっていうか、あんまり攻撃が入ってへんからね。そういう意味で結構ターン数は多くなっちゃうかな。あ、終わった、ありがとうございます。ざっとこんなもんよ。よし、ふう、みんな無事のようだな。
まさか。ん？この本は、まさか、変国の書？ふう、やれやれ。この本は現代の言葉に翻訳されている。どうやら原本ではないようだ。魔法人でのつ魔法人についての知識とその材料について、それ以外の情報は極力省かれている。あの結晶を何に使うのかもこれでは読み取ることはできないか。紙が挟まっているな。何か書いてある。結晶一つにつき何人の血が必要か、その計算式か。一つはすでに完成、納品済み。渡している相手がいるようだな。依頼主か？何者かはわからないが。それが変国の書を盗んだ犯人なのか、あるいは盗ませたものなのか。ここは？おや、おや、気がついたかい？大丈夫かい？眠り薬の効果がまだ残っているのだろう。無理せずもう少し休んでいたまえ。あの。あなたは？ああ。もっともな疑問だね。説明させてもらうよ。助けられた女性、あれお前に惚れたぞ。本当に罪なやつだな。そんなことあるわけがないだろう。ああ、そうだよな。うん。さて。それよりも、オデット先輩、改めて頼みたいことがある。ん？変国の書を調べるって話だろ？実は。それなのだが、行方不明の事件の犯人が、翻訳された変国の書を持っていた。なんだって？これは大事な手がかりだ。そしてこれがどこで翻訳されたものか、それを調べたい。なあ、その本を見せてくれるか。うんうん、これは随分と良い素材が使われてるね。これほどのものなら作成した場所を突き止められるはずだ。わかった。手伝ってやろう。オンに切る。これは。ん？お、どれどれ。紙はきめ細やかで上質なものだ。質の良い松科の木材が原料だろう。鮮やかな赤い総長は小ヤギの皮をなめしたものだ。この両方が手に入る環境、それは限られている。そうだね。間違いない。ストーンガードだ。なあ、行くつもりかい？ああ、もちろん行くさ。旅の目的は変国の書だからね。そしてあのような悲劇を生むものを私は見過ごすことはできない。そうか。ま、あ、そう言うと思っていたけどね。はい、じゃあね、最後町の南西出口に向かいましょう。
行くのかい？ああ、いろいろと世話になった。ありがとう、オデット先輩。何言ってるんだい。世話になったのはこっちさ。気をつけなよ、サイラス。あんた、思った以上にヤバいことに首を突っ込んでるかもしれないよ。分かっているつもりだ。十分に注意する。本当か？その謎があったら首を突っ込む性格を直してから言いな。それは一生治らないだろうね。うまく付き合って生きていくしかないな。天国の書が盗まれたのは15年前くらいって言っていたね。ああ、それが？実はね、15年前、当時の学長が何者かに殺されたのさ。天国の書に関係が？そこまではわからないさ。ただ、当時それなりに混乱してね。そのどさくさで盗まれたのなら、関係があるかもしれない。貴重な意見ありがとう。覚えておくよ。本当に気をつけるんだよ。ああ、一段落したら報告に来る。約束するよ。ああ、待っているからな。かくしてサイラスはクオリークレストを後にした。事件の犯人が持っていた一冊の翻訳書、その材質から製本された町を割り出したサイラスたち。そこに変国の書の原本があるはずだ。ハイランド地方ストーンガードへサイラスの旅は続く。はい、ということでね、本パートはこの辺で区切らせていただきたいと思います。最後何なんでしょうね。フードをかぶった怪しい男がサイラスの後をつけてましたけどね。この町にもそういう偵察隊みたいなのがおったんでしょうかね。まあまあ次回はね、サイラスさんの物語進めたいけど、どうせレベル高いんでしょう。サイラス3章は、40レベル無理ですね。ということで次回はどうしようかな。レベル的に言えばこれやね、多分ゴールドショアのアーフェンさん第2章が24レベルなんで、アーフェンさんのミッションクエストをやっていく形になるかな。どうやっていくんだろうね。この辺の道からこのどこだこれ、ストーンガードを通ってこっちに行く感じか。まあレベル的にこっちが先なんでね、こっちの奥に先に行きましょう。ということで皆さん次のパートでお会いしましょう。バイバイ、またねー。